今ね、どこにいるかというと浜松市にいます。浜松市、中田島ということで、今中田島砂丘にいるところです。浜松に来る際、観光名所としてね、浜松のお城とともに来るべき場所というか、こちらに来る人が多いわけですけど、中田島砂丘です。日本三大砂丘の一つに数えられています。で、5月の連休になると祭りの時期になるんで、浜松祭りの凧揚げ会場としても有名なんですけど、今ねいるところです。まあ、最近は風化によって風によってちょっとその高さがね、砂丘の高さがかなり低くなってしまってはいるんですけどね、そして今東海地震が、起こることを想定して、東日本大震災の後にね、かなり注意してですね、まあ、そういったところ、被害を最小限に食い止めるために防潮堤の工事をしてます。ちょっと入りづらかったんですけどね、まあ、いいところです。ハマス、もし皆さん来るのであれば、ね、こういう中田島砂丘に来ていただければと思います。もう落ち着いてます。釣りのメッカとしても有名なんですけど、ちょっとサーフでこの後やって